くわかんないや。はい、みずき、みずき、昨日届いた握手会お疲れ様でした。初めて握手できて本当に緊張したし、実物可愛すぎてやばかったです。っていうのを握手する前に書いてますけど、絶対にそう思ってます。だってマナカが可愛くない瞬間だったら、いいだからだって、可愛かったよね、間違いないんだけど。楽しんでくれましたかね。楽しかったですかね。ありがとう。大学頑張ってね、はい、応援してます。待ってよし、はい、次、ポンチさん、ポンチさん、どうもまなかちゃん観光ファミおめでとう。まだ当たらなかったけど、まだ当たってないけど、飛行機に乗らずに会えるって夢みたいだって。ポンチさん楽しみだね。韓国当たってくれたら嬉しいな。絶対韓国ファミで会おうね、ポンチさん、ありがとう。これ考えよう、どうやってやるか。はい、次、ホッケ、ホッケ、選抜復帰おめでとうございます。コンサートや全国ファミに行くために選抜としてステージに立つ武さんが見たいなって感じていたので、それが現実になって今すごく幸せです。諦めずに頑張ってくれて本当にありがとう。大阪のファミ楽しみにしてます。だってよ、魚が、魚の愛だね、魚を感じるよ。何言ってんだ私。ということで、まあ、全国ファミも久しぶりに行けるので楽しみにしてる。大阪で会おうね、ありがとう。次、ヒデトさん、コメントなし。なんかコメント書き忘れたって言ってる人が割といっぱいいたから、これが起こるんだろうなって思ってますよ。ありがとう、ヒデトさん。次、みなきゃん、みなきゃん、カウントダウン TV すごく良かった。探さなくても顔が見える、声が聞こえる初めてだよね、私が探さなくても見える歌番組なんて。本当にそう思うよ、私も、そして落ちサビのウィンク可愛すぎて何回もリピートして見てます。これからの選抜で輝くまなかちゃん見るのが楽しみ嬉しいね。でもね、そう、落ちサビのウィンクめちゃくちゃいいところにいるからね。ありがとう、みなきゃん。わー、ツッキヒカル、昨日の私服可愛すぎた。みなきゃんは見てますね。ヒカル、選抜おめでとう。変わらず握手会お話し会行くんで待っててね。だってありがとう。選抜に入って握手会お話し会来なくなったらそれ暴動です。間違えた、暴動だありがとうはい、次、まるさん、この1年で一気に先輩になりましたが、実感するエピソード教えてください。おー、実感するエピソード、なんだろう、なんか差し入れとかを取るときに順番が早くなったことですはい、ありがとう、まるさん。次、あきな、あきな、選抜復帰おめでとう。復帰がこの作品なので嬉しい。 MV もフォーメーションも個人的に見どころ多くて嬉しいし、ミンクマナカ可愛すぎ嬉しい。でも私もこのシングルで復活できてよかったなと思ってますし、 MV は髪長かったり、なんか写真、この写真はねちょっと長かったりとか、結構髪型も違うので注目してください。ありがとう、アキナ。次、佐藤みつる、佐藤みつるさん、いつも仙台から応援してるよ。これからもまなかちゃんらしく頑張ってね。嬉しいね、握手も来てくれたよね、ありがたい、頑張ります。仙台のファンミもあるからね、楽しみだね。ありがとう。次、ハスミン出た。スクショできるようにゆっくり見せたが学びました。じゃあ今からゆっくり見せますねハスミン、コメントできなかったですって握手で言われました。ありがとうございます。いつもね、握手1日に3回ぐらいは来てくれるハスミンですはい、あ、リップついた、ありがとう。次、ヒロくん、
選抜復帰おめでとうございます。これからも頑張ってください。応援してます。わあ、ありがたいね。そう、本当に選抜復帰できたことが何よりも嬉しいですよね。しかもなんかこうゆきりんさんのちょっと耳痛い最後のシングルだから頑張ります。これからもありがとう。次、太一。まなかちゃんを好きになって4年の23歳です。最近聞いたよね、波動劇場公演の MC でのまなかちゃんを見て面白くて可愛いなと思い好きになったよ。これからもいろんな活動頑張ってね。これからもずっとまなかちゃんのこと応援してるね。なんかもうさ、お手本のファンみたいなコメントくれるじゃん。ありがとう、めっちゃ嬉しいよ。私もう4年なんだね、長いね。ありがとう、ありがとう太一。次、初めて3月のオンラインお話しか行かないって言ってる。ありがとう、楽しみに待ってるね。奈良ちゃん、いつかまなかちゃんのパンチを食らいたいです。よろしくお願いします。やばくない？大丈夫、ね、大丈夫奈良ちゃん、奈良ちゃん大丈夫？ちょっとそれは変わってるよ。なかなか言われないよ、パンチ欲しいって。すごい変わってるタイプなんだね。ここでそういうの出していくタイプだ。ありがとう奈良ちゃん、パンチ楽しみにしててね、いつかの。はい、次、あ、渡辺司さんだ。波動で有名な。選抜おめでとうございます。最近優しいですよね、気のせいかな。やっぱ DD だからね、波動で名前が出るぐらい、もうついにフルネームまで晒されるようになったのでやっぱ優しくしていかないといけないなってね。波動見てる人とか知ってると思います。渡辺司さん、エリーちゃんによく名前叫ばれてる人です。ありがとう。はい、次、あ、ベリーヤングさん、憧れのまなかちゃんになりました。ついにこの日が来たのですね。ただでさえ最高なカラコミンクという作品が世界にたった一つのカラコミンクとして完成する瞬間、時が。リミスタ最高、リミスタありがとう、まなかちゃん愛してるだね。やばいやばいやばい、めっちゃ激アツコメントだね、ありがとう握手もね来てくれて嬉しいよ。これは私のこのリミスタが届いてこそ最高の作品になるってことだよね。ありがとう、楽しみにしててね。ただとの次、あ、ロエンさん、マラカアニョン、リミスタで挨拶するのは初めてですね。先輩おめでとうございます。ちゃんと役に立ったオタクかどうか分かりませんが、これから毎日リミスタでお会いできるようにお互い頑張りましょう。では今日も一日お疲れ様です。ロエンさん、カムサムニダ。あー、なんか韓国語を喋ってくださいって最近お話し会で言われたんだけど、お話し会ってか握手会か、昨日他の韓国のファンの方に言われたんだけど全然喋れなくなってて、あら、あの、そうですね、ロエンさんは昔からもう長く応援してくださってるので、またこうやってリミスタでちゃんと会えるように頑張ります。本当におねるどはさん、こまった、ありがとうロエンさん。次、ココちゃん、ココちゃん来ましたよ。このシングルもたくさん会いに行きたいし、好き伝えたいなの気持ち、まなかちゃんの存在に支えられてる日々だよ。感謝、大好き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 、やばい、大好きがすごいよこれ。ココちゃんは同い年だよね、割と最近、ちょっと前からか、1年ぐらい前から来てくれるようになったんだけど、私と握手するとき毎回しゃがんでスタッフさんに怒られてます。なんか無理って言ってしゃがんでスタッフさんに怒られてる子です。でも可愛いよ、ありがとう。はい、次、はやちゃん、はやちゃんが研究生の頃から推してるから2度目の選抜は嬉しかったです。これからの活躍期待してるよ。優しいね、はやちゃんはね、よくグッズをたくさん持ってくれてて、いつもねこう優しい笑顔で微笑んでくれるんです。ありがとうはやちゃん。はい、次、あ、浜正さん、
選抜復帰おめでとうございます。元彼ですの選抜から様々なことがありましたが大きく成長し、またこうして選抜としての姿を見れたことを嬉しく思います。 AKB に欠かせない存在だと思ってるので、いつの日か田口もなんかプロデュース公演やるの待ってます。だってやばいんだけど。でもハムマサ、ハムマサって呼び捨てにしたことないんだけど、ハムマサはね、あの今ミズミンだから、あの誰かツイッターのアカウント見てください。ミズミンだから今めちゃくちゃ割と前からね。まあまあまあ嬉しいよありがとう。いつか田口真中プロデュースできるように頑張ります。ありがとうねえってありがとうね。愛は感じてますよ一応。はい、次マリッコ。マリコンウィンク発売おめでとうございます。マリッコだってマジでふざけてるよねこれ。本当にやばいよマジで。最近ちょっとねマリッコおかしい、マリッコマジでおかしいけど、なんか人生楽しそうで何よりです。なんかね、私の本当に初期からいてくれてる子なんだけど、ついに就職するらしいです。おめでとうマリッコ、頑張ってね次マナカのおかげで楽しいよ。はい、遠藤さん来たよ。おかえりミスター、選抜復帰おめでとう。63枚目期間も素晴らしい猫、いつもありがとうだって。薄っ遠藤くんはねあれだよ、なんか陽キャって感じの人なんて言ったらいいか分かんないけど、コミュ力高めの男子です。ありがとうはい、次反省あ、はるさん、シングル選抜おかえりなさい。もともとトップレベルのパフォーマンス、 MC 力に加え、この期間に歌唱力もキャプテンシーもキラキラした、アイドルオーラも全てに磨きをかけてきたね。村香ちゃんたちが先頭で引っ張るこれからの AKB に期待しかないだって。優しいよ、いつもね。はるさんはね、握手来るたびに褒めてくれるの。昨日一昨日ぐらいも来てくれた時も、もうただひたすら褒めてくれる。優しいの、本当にありがとう。一人思い頑張るね。ありがとう、はるさん。次りなちゃん。お、りなちゃん念願のリミスタだね。改めて選抜復帰おめでとう口です。2023-1208、これハマってんの選抜発表の日は喜びとワクワクとまなかちゃんへの感謝の気持ちで溢れて、もうどうにかなりそうでした。これ勝ち、これからも花道だけ歩いてね。まなかちゃん抱き好き出た。これね、りなちゃんはね、初めて私がリミスタやった時に抱き好きって書いてて、なんだこの子はって思った印象がありましたね。最近はなんかこう思い出の日を2023-1208とかいうふうな謎の暗号みたいな感じで言ってくる子です。ありがとうりなちゃん。次れいちゃん、コメントないよれいちゃん。西川かな、じゃあ西川のれいちゃんってことかな。いつもありがとうね、本当に同い年ってことでいいかな、れいちゃんありがとうれいちゃん。次お、かずやん、いつもありがとう。まなかちゃんのおかげで楽しく第二の AKB 人生をスタートすることができました。嬉しいよね。20歳になって選抜メンバーにも入って、これからいろいろやることもあると思うけど、まなかちゃんの人は大切に突き進んでほしいです。これからもどうぞよろしくだって。優しいね本当に。でもなんか結構私きっかけでもう一回 AKB 戻ってきましたって言ってくる人が最近増えて嬉しい気持ちですよ本当に。カズヤもそうだけどね、ありがとう。次ゆき、まなかちゃん選抜復帰本当におめでとう。発表された時思わず叫ぶぐらい嬉しかったよ。5月の幕張メッセージの握手会3回予定だったから、またその時にも直接お祝いさせてね。これからもずっと応援してます、大好きです。あ、嬉しいんだけど、5月にじゃあ会えるってことかな。楽しみだね。みんな配信見てるのかな、意外と見てない気がするけど。選抜復帰したから5月に会おうね、ありがとう。次あ、黒猫もふもさん、選抜復帰おめでとうございます。これまでたくさん葛藤があったかと思いますが、やめずにいてくれてとても嬉しいです。今とてもいい波に乗ってると思いますが、このまま連続選抜して、しかしがセンター取ってほしいです、待ってますので。黒猫モフモフさんってよくショールームで見る名前だなってみんな思うよね多分。私もそういう印象強いよありがたいね。
んとショールームやるようにするね。ありがとう、黒猫もふもふさん、いつもありがとう。次、ひろまゆ、選抜帰り酒おめでとう、これからも応援してます。このこれからの効果漢字なのマジでおかしいからやめてほしい。ひろまゆはマナクロ推しですね。ありがとう、ひろまゆさん。そろそろ握手会で話す内容考えてから来てね。長いんですけどね、歴。あ、堀進さん、堀進むか堀進むかいつも分かんないって話していい？まなかちゃんの可愛さは天井知らずや。猫の顔文字。堀さん、あ、間違えたから無理、もう一回。堀進む、これはいつもコキンちゃんのぬいぐるみ持ってる人です。多分劇場にいますよ、みんな見てね。ありがとう、堀さん。堀進む、次、ゆうき、選抜おめでとう。初選抜後から辛いことがたくさんあったけど頑張ってくれてありがとう。また選抜の姿を見れることがとても嬉しいです。最近全然いけてなくて愛が足りてないって言われたけど、今でも君が一番です。このシングルたくさん思い出作りましょう。これは私が思い浮かんでる勇気でしょうか。勇気ですか、これは私が思い浮かんでる。だとしたらそうですね、ちょっと愛足りてないなって感じするので頑張ってほしいですよね。くしゃみです。本当にもうちょっと愛貯めてきてほしいところだから頑張ってもらっていい？本当に。あの他のアイドルさんにね走ってるけど、ありがとう。ありがとうね。はい、次、あ、るちゃん。まなかちゃん選抜復帰おめでとう。韓国ファンも楽しみだね。食べたいものとか行きたいとかあるよ。るちゃん、るちゃん、るちゃん韓国のねファンの子なんだけど、いつもねたくさん愛を伝えてくれるんです。絶対韓国で会おうね。私はね韓国のサムゲタンとか本場の食べ物いっぱい食べたいし、本当にオリーブヤングに行きたいです。ありがとう、るちゃん。次、まるさん、田口に向けるきっかけで気になってまなかちゃんの握手券を取ってみてお話できてめっちゃ楽しかった。またお話しに行くね。ちなみにまなかちゃんのサイン初めてゲットできるよ。初サインだって、嬉しいね。初サインってことだ。でもリミスタってそれがいいところだよね。嬉しい、初サインありがとう。でね、まるさんはねズン推しです。あのすんごい優しい笑顔をするタイプです。ありがとう、まるさん。はい、次、あ、モムランさん、カラコン行く選抜おめでとう。やったね。これからももなかちゃんの成長と活躍する姿を楽しみに応援していきます。ファン思いで常に上を目指しているもなかちゃんが大好きです。いつも素敵な笑顔ありがとう、だって。モムランさんありがたいね。モムランさんマナクルのこと好きでいてくれてるんだけど、もともとさとねちゃん推しなのかな。でもいつもね広いお家からオンラインお話し会してくれる人です。ありがとう。次、アリちゃん、お、こんな機会なので改めて感謝を伝えようと思います。どんなに負の感情に押しつぶされそうになっても絶対に前向きにしてくれるもなかちゃんの存在は私の中で大きすぎるし大切。いつもたくさんの優しさに救われてます。本当にありがとう。大好きなもなかちゃん、リサチアレ。アリちゃん、アリサちゃんね、アリちゃんはね重い女です。めっちゃ重女なんだけど愛おしいぐらいに重いんですよ。可愛いよ、そのままで居続けてください。ずっと好きでいてね。ありがとう。次、タカさん、お、選抜おめでとうございます。まなかちゃんの演技いっぱいパフォーマンス中に見たいです、って。タカさんね、タカさんは服を褒めるときと褒めないときの差が激しいです。ありがたいね、本当に。ありがとう、タカさん、またいっぱい話そうね。次、あや、年末復帰おめでとう。最近全然会えてなくて寂しいよ。泣き、マジで会えてないよねって。え、何してんの最近。会った記憶ないけど、てか劇場でも見ないし、忙しいのかな。忙しいっていう話、頑張ってくれよ。頑張って会いに来て、待ってるよ。ありがとう。次、マチュアル、選抜入りおめでとう。アイナの卒業公演で後継者と言っていたので教えしました。歌声がめっちゃ好きです。これからの活躍期待してました、って。
やだ、嬉しいんだけど、そんなその言葉信じて教えしてくれる人なんて存在するの？マチャルさん、じゃあこれからマチャルさんといっぱい会えるって話ね。ありがとう、じゃあいっぱい話そうね。アナさんの後継者として頑張ります、ありがとう。次、カイ、やだーやだーって何、やったーの間違い、それはどっち。カイ、まなかちゃん大好き、ずっと応援してますって。おとといのお話し会、握手会で初めて顔と名前が一致しました。カイ、ありがとう、応援してね、これからイエーイありがとう。次、なわちゃん、お、なわちゃん、まなかちゃん選抜おめでとう、2回目の選抜なので楽しむことはできてますか、これからも応援してます。なわちゃんもね、優しいんだよ、本当に。まなかちゃんおめでとうって言って、なんかね、こうボードとか書いてくれたりするの愛おしいです、本当に優しくて、ありがとう、いつも元気もらってます、オンラインの時特にね、ありがとう。次、やべっち、初リミスタ、お一言で終わらせんな、やべっち。やべっちはレナッチさんガチ恋で、もうずっとレナッチさん、なんかレナちゃんが、レナちゃんがって言ってるオタクです。握手会によくいるので、やべっち、なんかレナちゃんがって言ってそうな人がいたらやべっちでしたな、ありがとうはい次、ジュン、選抜復帰おめでとう、まなかちゃんの選抜復帰ずっと待ってたからすごく嬉しいです、ゆきりんさんのストリーシングル楽しんで活動してね、ありがとう。ジュン、ジュン、あれが出てくる、ジュンジョワー、ね、モノマネみたいなやつ。でもそう、やっと選抜復帰できたから楽しみたいね、本当に一緒に楽しもう、ありがとう。ジュン、次、うらら、お、選抜復帰おめでとう、元カレですとは違って可愛い衣装でウィンクしちゃって、オーダーアイドルのまなかちゃん見ることができた、とっても嬉しいです、第二のゆきりんを目指してこれからも成長楽しみにしてます、だって。うららちゃん、うららちゃんは前倒しだったんだよね、もともとでも辞めてから私のところに来てくれて、結構定期的にね会いに来てくれるんですよ、もう本当に割とだから初期から私のことを見てはいるよね、ありがたいね、せっかくね可愛い曲に入ったので、いっぱい会いに来てね、うららちゃん、ありがとう。次、今日花粉すごいよね本当に、と思う。しょうご、この曲の見どころや苦労したところありますか。この曲の見どころは、あのね、サビとか2番なんだけど、2番のサビとかは歌割りというか列ごとにね踊るパートがあったりとか、結構ね、あの立ち位置が結構すごくごちゃ混ぜになってるから、あのそれを見てほしいね。正午です、ファンと思われるように頑張りますありがとう、じゃあファンと思われるように頑張ってくださいはい、次、うん、メイ、まなかちゃんのあなた顔が世界で一番大好きです、改めて選抜復帰本当におめでとう、だってメイ、みーちゃんもね、最近自分がブルベじゃなくてイエベだって気づいたらしいイエベね、気づいたんだよね、可愛かったよ昨日のメイク、ありがとう。次、ヨフさんだ、選抜復帰おめでとう、応援できる機会が増えて嬉しいです、これからも自分らしさを忘れずにキラキラな姿見せてください。ヨフさんは鳥取の人です、めっちゃ個人情報流出させるのね。ヨフさんもね、自転車が好きですありがとう、リョフさん。次、湯気、改めて選抜おめでとう、その遠くなり、まなかちゃんの存在が毎日の原動力だよ、もう溢れ返っちゃうかもしれないけど、めっちゃまなかちゃんの好きこと好き全開だって、嬉しいね。湯気はね、私の歯が好きらしい、変わってるよね、なかなか言われない、唇とかよく言われるけど歯が好きらしいです、ありがとう湯気、はい、次ティーナオさん、カッツンは正義なんじゃ、だってカッツンが好き派なんだね。私は分けてる方が好きだったんだけどね、でもねメイクさんにもねパッツンがいいって言われるんだよ、だからきっと私はパッツン顔なんだろうなって最近思ってる。
からパッツンするようにしました。ありがとうピーナーさん。ピーって小文字だったのか。次アリアン、ありがたぐちさんの全てが好きです。これ以上大人にならないでこのままでいてください。ちょっと無理かな、ちょっと無理かな。全ての AKB の歴史の中で一番 AKB っぽい人なんです。アイドルになるために生まれてきたまなかさんへ。どういうことどういうことどういうこと。なんか結構独特な癖が強い書き方してるんだけど、ちょっとどういう意味か分かんないけど、まあ、AKB らしく頑張るよって話だよね。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。次豆もやしさん、 C じゃないんだ、伸ばさないんだね。選抜復帰おめでとうだよ、嬉しい。最近なんかあんまり会わない気がする。そうじゃない、何してるの最近は。豆もやしさん記号が入らない、あ、そういうこと。最近何してるの、劇場でも見ない気がする。私が出てないだけ。ありがとう、会おうね早く。次園田さん、お、まなかちゃんの選抜復帰について横山さんがまなかちゃんにどのような言葉をかけるのか気になります。横山さんもまなかちゃんの選抜復帰をめっちゃ喜んでるでしょうね。だって園田さん、園弘さんって呼んでるんだけど、嬉しいね。でも横山さんと会いたいっていう話をしてるんだけど、なかなか予定が合わなくて、早く会いたい、会いたいとか普通にお話できたらいいなって思ってます。ありがとう園田さん。次達也、はい、あ、私が知ってる達也ですか。わかんないけど、コメントがないのよ。なかったらさ、喋ることも喋らないよねって言って。ありがとう達也。次たくん、リミスト初めて買った選抜復帰おめでとう。絶対にまた戻れると信じてたけど、こんなに嬉しいことはないよ。テレビで見れるの嬉しい。だってたっくんはたっくんですか、あの毎回新規っていうたっくんですか、合ってますかたっくん。ありがとう、かゆ。じゃあ初リミスターってことだね、記念に飾ってね。ありがとう。次みったん、選抜より本当におめでとうございます。これからももっともっと応援します。だってニッタン、ニッタンはね、バレンタインチョコ渡したよね、昨日、一昨日ぐらい。食べた？チョコ、チョコ食べてね、早く。絶対食べてね、ニッタン。ありがとう、あとまた友達連れてきて。次あ、ユミ、まなかちゃんの、まなかちゃんこんばんは。まなかちゃん好きなんて初めてのアニメスタさんです。とても嬉しいです。おそらくお遊び事中で見えてないですか、届くの楽しみにしてます。2部もファイトです。選抜本当におめでとう。だって一番最初にさ見たときさ、ずっとさ、これともみだと思ってたんだよね、今さら言うっていうね。ゆみはちょっと変わってる。なんかすぐ帰ろうとする女です。ありがとう。次しおりちゃん、まなかちゃん選抜復帰おめでとう。選抜として MV に映ってたりテレビに出たりしてるまなかちゃん見れて幸せ。初めてのリミスト参加できて嬉しい。大好きだにょーん、にょーん、まなかちゃんたおしおりだって。にょーん可愛いんだけど、これからじゃあ全部の言葉にょーんで終わらせて。嬉しいね。しかもさ、自分でしおりちゃんって書いてるあたりめちゃくちゃ可愛くないか。なかなか自分のことちゃん付けで書くことないのね。嬉しい、いっぱいテレビ出れるように頑張るね。ありがとう。次ロボ、ロボさん、カラコンウィークシングル選抜おめでとうございます。チーム下手ってちいかわですか。ロボさんはね、ナルさん推しなんだよね。違います。ちいかわではありません。私たちちいかわではありません。でもね、サイズ的にはちいかわだけどね。ありがとう、これからもマナルよろしくです。ありがとう、いえちいかわです。美咲、挨拶に行くという言い訳しつつもなんだかんだまなかちゃんにハマっている自分がいます。これからもよろしくです。はい、これはあの私にハマりかけている人です。あのいつも来るとき、来るたびに、え、大丈夫みたいな、くるみ大丈夫みたいな言うんだけど、あ、くるみのファンの人なんですけど、くるみ大丈夫って言ったら、いや、あのくるみちゃんよりは買ってないから大丈夫っていう、こうなんか言い訳を自分に聞かせてるタイプですね。じゃあこれからもっと来るのかな。ありがとう、ありがとうねー。次りょうち、選抜復帰おめでとう。まなかちゃん倒しの親父ですが、まなかちゃんが夢であり希望です。夢なの、これからも頑張って一日も長く AKB にいてください。一日も長く。そうですね、頑張りますね。じゃあ
すごいピンポンがうまい、ピンポンの達人みたいな人です、この人は。ありがとう、りょうち。次、あ、ルート島田組さん、とても素晴らしい曲ですね、歌番組なのでとても楽しみです、選抜決めでとうだって。ルート島田組さんはね、名前の通り島田晴香さんがね好きだったんだけど、もう割と歴長いですよね、ずっといてくれてる。でいつも夜勤の仕事明けでそのまま現場に来てくれます。ありがとう、ルートさん。次、あやたん、まなかちゃん選抜本当におめでとう、まなかちゃんよくみんなで幸せになろうねってまなか調子のみんなに言ってくれるけど、本当に今幸せです、いつもたくさんありがとう。あやたんは優しいんだよね、最近最前座ってた公園で、目が合うたびにすごい喜んでる表情してくれるから嬉しいよ、ありがとう。次、アポロさん、まなかちゃん選抜受験おめでとう、リミスト嬉しいね、なんかサクサク進めてない、もっとゆっくり時間作って書いてコメントしてもいいよね。え、超能力者、今後の活動でもまなかちゃん自身のために時間とパワーを使ってこれからも輝いていってね。アポロさんはね本当に初期からいるんですよ、多分何でも分かるんだと思う、すごいよね本当に。あのね、アポロさんの趣味は多分あのお話し会の名前を変な名前にすることだと思います。ありがとう。はい、次、紫犬さん、あ、黙読してねって書いてある。いやいや全然黙読したくないんだけど、読んでいい、普通に普通に読ませてもらっていいかな。まなかちゃんと初めて会った時は結構肌焼けてたのもあって少年みたいと思って惹かれなかったんだけどって書いてあるけど、ちょっとさごめん読んじゃった、黙読できないよ私、ごめん。いやまあわかるけどね、言いたいことは、まあ、今やね、今や仲良しだから許すけど、うん、わかるよ、私もまあ最初見た時柴犬だと思ったしね、うん、同志ってことだね、ありがとう。いつもありがとう、最近なるさんに挨拶しに行ってくれてね。次、ももか、まなかちゃん先輩先おめでとうございます、このからコンビートを落として元カレですの時のかっこよさとは違う可愛らしいまなかちゃんをたくさん見るのを楽しみにしてます、まなかちゃん本当に天才アイドルです、これからも応援してます、楽しみだって。最近会えてないよね、なんか会えると思ってたのに会えなくなっちゃったって言われたの覚えてるよ。会いに来れる時おいでね、待ってるからね、ちょっと遠いんだよね住んでる場所が、ね、ありがとう桃太郎。次、みきさん、選抜復帰おめでとう。みきさんはね、ナーニャさんが好きなだったんだけど、ナーニャさんが卒業してすぐに来てくれてこっちに、嬉しいよ本当に、ありがとうみきさん、マナ好きだよ今、ありがとう。次、リュウジさん、サインありがとう。感謝の一言で締めるタイプね、かっこいい、去り方かっこよすぎない、ありがとう、そうやって言ってくれるだけ嬉しいよ、私のサインにも価値があるんだなって思えるからね、ありがとう、リュウジさん。次、高信さん、まなかちゃん選抜曲おめでたぐちです、井上芳正さん作曲の王道ソングにまなかちゃんがオリジナルメンバーとして参加していることが嬉しすぎる、めちゃくちゃいい曲だよね、落ちたびで二度泣いた、嬉しいね。高信さんでも今乃木坂ラビューだからって言ってもちゃんとね会いに来てくれるんですよ、大切な時には、だからもうちょっと定期的に大切な時を作っていきたいね、ありがとう。次、リチャ、リ、間違えた、リサちゃん、多分今日もとっても可愛い顔面してるんだろうな、今日も可愛いね、リサちゃんよりもリサちゃんの方が見た目的に可愛いので後者にしました、変わってんね本当に。本当に変わってんね、リサちゃん、うん、なんかもう、うんまで書かせてほしいね、ここまで来ると。もうなんか絶妙すぎて、なんか、うんまで書かせてほしい。次は絶対にうんつけて。ありがとう。暑くなってきた、喋りすぎて。次、千鶴。全部さっきおめでとう、待ってた。頑張ってるから嬉しい。リムスタも楽しみにしてて、歌番組もたくさんしてて幸せ。生でパフォーマンス見ると、まなかちゃんが面白くて、ロイフミルフィ、これからもふっくらで会いに行きます。いつもありがたうち。千鶴。千鶴。にもチョコあげたよね、チョコあげた、なんか久しぶりに会えて本当に嬉しいよって昨日すごい熱弁してくれたよね、ありがとう。あ
ありがとうね。嬉しいよ、そうやって言ってくれると私も。次、大輝、まなかちゃんの可愛い顔が大好きで、いつもたくさん幸せ届けてくれてありがとう。昨日めっちゃ私の目を真剣に見て大好きだよって言ってくれた唯一無二の存在だと思います。ありがとう、嬉しかったよ。まだ食べてないので、チョコ食べて。全部リサちゃんにしちゃった。だってもう手遅れじゃんね、本当に。日和出た。日和はコメントするの忘れました、許してくださいって言ってました。日和は原付バイク緑のヘルメットかぶって走る女です。最高だよねっつって。ありがとう。もぎさんのことがねずっと好きだったんだよ。次、ゆりえ、初めてのリメスタです。週末におめでとう。毎日毎日まなかちゃんの可愛さにやられてます。本当に無理です。可愛すぎます、本当に無理。ゆりえはね、モグラみたいなんだよ。へっこんでは出てきて、へっこんでは出てきてみたいな。もう最近やっと喋れるようになってきたけどね。どうですか。でもいつもね、同伴者を引き連れてくるのよ。そうだから、そろそろ頑張ってね、目合わせて話せるようになりたいよねって言って。ありがとう。女子ファン多いね。だって多いのかな、わかんないね。玉かな、初サインです、ありがとうございます。玉かな、なんかタグマナみたいなね。てかもう私と一緒やん、名前の配置変えたら。田口真奈からも玉かな。初サインってことは一生大切にしてくれるってことで合ってる。ありがとう、大切にしてくれよ。じゃあ次、さつまさん、選抜おめでとう。嬉しいね。いつもさ、龍って呼びそうになるんだよね、これね。さつまさん、さつまさんは写真撮るの好きだよね。写真撮るの好きだし、ガンダムが好き。ガンダムが好きで、最近も横浜の空き時間ガンダム行ってました。あれのガンダムなくなるらしいよ。ありがとう。次、もうさ、ストックで書いてたサインなくなりそう。ボスな人、鳴海総吉、選抜続きおめでとうございます。これからの活躍を楽しみにしてます。これはね、多分見たことある人いると思います。私がどんな人か教えてあげます。ボスな人、この人はいつも白いスーツに白い帽子をかぶってネクタイをつけてる人です。夏でも季節関係なくずっと、それにサングラスかけてる人です。さあ、見たことあるんじゃないですか皆さん。どうでしょうか。いつもね、その格好をして劇場とか来ると、何って言われるんだっけ、なんか違うキャラを言われて、そうじゃないのにって嘆いてます。誰もが知ってます。ある、波動で一回隣になったことある。ほら、これね、有名なんだよね。ね、仮面ライダーの一応キャラです、あの格好は。これいつも何て呼べばいいのか分かんないんだけどさ、何て呼んだらいい。ボスな人でいいの。モリリン、選抜おめでとうございます。選抜という場所でもっと輝くマナカのこれからの活躍を見ることができるのはとても楽しみです。握手会のみんなのこれからイベント楽しみです。モリリン、嬉しいね。でもなんかね、せっかくだからいっぱいファン見とかでさ、楽しいことしたいよねって私も思ってるから、じゃあ全部来てね。ありがとう、モリリン。ありがとうね。次、イアンハオ、お、外国の方ださん。でもコメントが書いてないからどこの方かも分かんないよね。でもめっちゃ難しい字してる、なんかもう見たことないような字してるんだけど、嬉しいね。どこの方なんだろう。アジアだよね。でもハオ、ハオだからなんとなく。ありがとう。いやー、指についたよ、わー。はい、イヤンハオさん、ありがとう。やばい、ハートとか何も書いてなかった。大切にしてね。次、ケイ、何も書いてない。KK で K って読むんだ、かっこいいね。あれでしょ、普段から結構これでこうやって読むんだよって訳して言うタイプでしょ。どう、違うか。ありがとう。次、待って、もうサインなくなった。オギャリンだ、オギャリン。
いつも元気なマナが大好き。オギャリン。オギャリンは、あやのさん推しで合ってるよね。あやのさん推しの印象あるよ。でもいつも来てくれるよね。ありがとう、オギャリン。握手も来てくれて。2部用のストックあるんですか？ないです。マジで終わり。ゆうな、最近マナカちゃん推しになりました。4月から大学生なので、バイト頑張ってたくさんマナカちゃんに会いに来ます。嬉しいよ。若いってことだ、じゃあ4月から大学生ってことは。私よりも年下じゃん。いやだ。いや、もちろんね、いっぱい会いに来てくれたら嬉しいんだけど、SNS とかにいっぱいコメントしてくれたらね、めちゃくちゃすぐ認知するから。ありがとう、ゆなちゃん。次、明けの明星。AKB らしい可愛い曲、ゆきりん卒業までいっぱい聞きたいな。明けの明星ってなんかすごいかっこいいね。なんかでも初めて名前見た気がする。で、これが初めてじゃなかった時、こうやって争いが始まるからね。どういうことだ、覚えてないのかって言ってね、そうならないことを願って今言ってるんだけど、賭けだよねこれ。もうなんかかっこいい、明けの明星。これ言いたくなるね、明けの明星。ありがとう。次、トール。無理するしかないけど、無理しすぎないようにこれからも頑張ってね。だってそうね。でも無理することも意外と減ったかも。みんなにね、あーきついよーって言えるようになったから、意外とそんなことないかもです。ありがとうね。ありがとう。次、たくさんありがとう、大事にします。嬉しい。お寿司美味しいな。お寿司食べたいな。お寿司最近やっぱ貝にハマってるんだよね。あなたのことがスースー寿司です。やっぱお寿司意識高いタイプだね。絶対これさ、いつもさ寿司でさ、ちょっと笑い取ろうとするタイプでしょ。いいと思う、頑張って。ありがとう。次、秀樹、キムチ、おめでとうございます。邪道ですが、グラビアを見てからだんだんファンになりました。もうめっちゃ邪道だわ、ごめん。もう入りが邪道だわ。そんなことないよ、グラビアからでもいいファンの人はいるからね。田口向け公演見に行かなかったこと、今になって後悔してます。これからもどんどん公演出てください、応援してます。だって嬉しい、そうやって K のことをね言ってくれる人がいるの嬉しいよね。だからまあ私が出てる公演見に来てください、待ってるね。ありがとう。次、タコ、選抜期おめでとう。願いが叶うと嬉しいね。マナカちゃん応援してる、たちの願いもそうだけど、マナカも頑張ったからだと思うよ。ありがとうね。だってタコはマジでちょっと本当に変わってるから。タコはね、ここだけの話、めっちゃロリコンだけど、めっちゃコミュ力高いから仲良くなれますよ、タコとは。みんなタコは変なやつです。ありがとう。次、リサちゃん来た。リサちゃんに来たよ。リサちゃん2枚目来たぞ。本当にこれ可愛くないからな、全然。田口まらかさん、握手会で込みすぎでスプーンすか。だってそう、あのね、りさちゃんは握手会空いてるレーンが好きなんだって。だからまなかちゃんが空いてないの無理ってよく言われます。ごめんなさい、頑張ります、スケれるように。ありがとう。あとじゃあ3枚ぐらい来てくれるってことかな、待ってるね。はい、7、ここ1年は結構落ち込むことが多くて、ちょっと待って、サイン書くわ先。7、まなかちゃんの存在がこの支えになっています。ネガティブな話の時にはいじって笑いに変えてくれたら、気持ちを楽にしてくれてすごく感謝しています。恥ずかしくて面と向かってはいないですが、いつもありがとう。だってよ、ナナはね、ホッケです。これ正体ホッケです。ホッケナナって言います。ごめんなさい、本名晒してごめんなさい。嬉しい。でもね、仲良くなったよね、本当に。ここ1年2年ぐらいで、もうよ、私も。だからこれからもね、たわいもない話していきようよ。最近いのりちゃんモチベ高いけど。次、猫のしっぽ。猫のしっぽさん、コメントがないけど猫が好きなんだろうね。なんか第二候補、猫の耳みたいな書いてある。ありがとう、猫のしっぽさん。次、2枚。あ、そういうこと、2枚ってことか。すごいね、コメント書かずにさ
2枚頼む人っているん？嬉しいんだけど、どういう人？ちょっと今見てるなら教えてよ私に。見てないんだな。さては私のやつ2枚連続で買ってる人なんていないのに見てないんだな。さてはこれすごいぞ。誰かわからないくて、え、誰？で、誰なの？ってさせるタイプだろう。ありがとう、2枚。私のファンデーション付きね、ありがとう。次、しょなみさん、おめでとう。一言で簡潔、簡潔に行くタイプだね、しょなみさん。しょなみさんはもう本当に最初からいる人です。で、ね、しょなみさんはね、北海道だよね。だからなかなか会いに来れません。レアキャラです。見たらレアキャラ、あの本当に幸運降りてくるぐらいのレアキャラです。ありがとう、しょなみさん。でも会いに来れなくてもずっと好きでいてくれるからね、嬉しいよね。あ、もうすぐ終わりそう。ココちゃん、まなかちゃんのこと好きになって1年経ったよ。気づいたらまなかちゃんなしで生きていけない女の子になってしまう。まなか、出会ってくれてありがとう。毎日幸せで大好きだって。2度目ましてですね、ココちゃん。イコラブが好きです。イコラブが好きなね、あの子ですけれども、最近モチベはこちらに来てるみたいで、ちょっとね、取っちゃうしちゃってますけど、まあ、そういう時もあるよねって言って、なんか4年単位でもしかしたらお支援するかもしれないので、あと4年ぐらいは好きでいてくれるっぽいです。ありがとう。もうって言われてる。マーナちゃん、マナカちゃん久しぶりです。カルコインク発売おめでとう。いっぱいウィンクするマナカちゃん、メロくてチュキチュキラブリーちゃんです。早く会いに行きます。好きだって、ね、チュキチュキラブリーちゃんめちゃくちゃやばいんだけど、なんか今私があの見てきたあのコメントの中で一番あの見たことない絵文字使ってる率高いよ、マナちゃん。嬉しいね、早く会いに来てよ、会おう早く。ありがとう。ピー乙女、マラコニカ発売おめでとうございます。 MMM おめでとう。マラカちゃんのロングヘア大好きなので、 MMM ロングで最高でした。とっても可愛かったです。何回もリピしてます。嬉しいね。なんか意外とロング好きって言ってくれる人がさ多いからさ、またやりたいなって私も思えるんですよね。だからね、 MMM でもさ結構おしとやかな女じゃない？どう？好きなシーンとかないのかな、教えてほしいね。好きなシーンがあったら。ありがとう、とめちゃん。次、かすみさん、お選抜席おめでとう。20歳になってお酒が飲めるようになって、せせりが一番美味しく感じるよね。20歳の年1年楽しんでください。だってそうね。でもまだお酒飲みながらせせり食べたことないんだけど、昨日もせせり食べたけど、お酒は飲んでないから、せせりをお酒飲みながら食べたことないから、ちょっと食べてみようかな。かすみさんも割とね、歴長め系男子ですよね。ありがとう、かすみさん、ありがとう。次、まりちゃん、コメントない。マリちゃん、マリちゃんは誰ですか？あなたは誰ですか？どこの誰のマリちゃんですか？マリちゃん、マリちゃん、マリちゃんはどこの誰のマリちゃんですか？ありがとう、もう終わりそうだよ。ありがたいね、ありがたいね、とりあえず。ありがとう。あと4枚ぐらい、5枚ぐらい。豆もやしさん、伸ばし棒来ていけたやん。パシフィク行けなかった分、来てないよね、知ってるよ。なんか最近劇場で、あれ、マムシさんっぽい背丈の人が、思ったら違う人でした。なので早めに来てくださいね。ありがとうございます。マムマユシさんはね、めちゃくちゃ身長高いです。皆さん身長高い人は多分マムマユシさんです。ありがとう。似てる人いっぱい。自分で言わんで。次、ポン、まなかちゃんお疲れ様。行ったことなかったけど、まなかちゃんのこと大好きだよ。いつも支えてくれてありがとう。確かにあんま言われたことないかも。ポンって私の思い描いてるポンで合ってるかな。まこさん推しだったポン合ってますか？
合ってますよね、合ってますよね、ペン、うん、ありがとう、ありがとう。本は私の記憶の人で合ってるのであれば、なんかあんまお兄ちゃんと仲良くないらしいんだけど昨日聞いたんですね、あんまお兄ちゃんと仲良くないらしいんだけど、だからインスタも相互フォローじゃないらしいんだけど、久々にお兄ちゃんのインスタ開いたら、お兄ちゃんの名前になんか田口マラカ推しってなんか一言に書いてあったらしくて、マジでふざけんなってなったらしいめちゃくちゃ全力であの個人情報出していくスタイルでね、いきますよ。次、しずくさん、しずくたん、やっほー、しずくたんで、いつもたくさんの幸せありがとう、まなかたも幸せじゃないと意味がないので、どうにかして幸せに過ごせね、よろしく、だって。なんかあれだね、しずくちゃんみたいなタイプだね、言葉の書き方、ありがとう、嬉しいよ、そうやって言ってくれて次、もうあと2枚、終わりよ。萌え、改めて選抜おめでとう。MV 初めて見たとき、まなかちゃん本当に可愛すぎて、映るために可愛いって何回もなって、可愛すぎて目に穴が開くほど見ちゃった。歌番組とかコンサートとかでたくさん見れるの楽しみにしてるね。改めて選抜おめでとう、だって。嬉しいね、萌えちゃん。萌えちゃんは私の思い描いてる萌えちゃんで合ってるよね。あれだね、あったよね、昨日。萌えちゃん意外と2公演なんだっけ、1公演なんだっけ、2公演って言ってた気がする。嬉しい嬉しい、またいっぱい会おうね、いっぱい話そう、ありがとう、いつも。次、ラスト、ももかちゃん、まなかちゃん選抜おめでとう、だって。ちょっと待って、ちょっと待ってね、もう始めて1時間、じゃあ巻きで終わるって話ね。ももかちゃん、昨日は無事初めましてできて本当に幸せすぎて、これから押すの遅いかもだけど、まなかちゃんとたくさん思い出作っていきたいなと思ってます。まなかちゃん大好きだって。ほのかちゃんはほのちってあだ名を一昨日昨日つけたばっかです。でもね、もう私のね、あのファンの子たちと仲良くなってたから、あ、この子はこれからいっぱい私のところに会いに来るんだろうなって思ってますよ。はい、ありがとう、終わった。ということで、見てほしい、めちゃくちゃ残ってますうん、めっちゃ残ってるじゃん。ということで、じゃあみんなは2部にいっぱい会いに来てくれるってことね。あとはお水を取ろうとしたんだけど、お水がなくて爽健美茶取ってみたんだけど苦くてあんまり飲めません。ということで、一旦終わりにしちゃっていいのかな、これは。はい、いいってということで、じゃあズッキーを横目に先に終わらせていただきたいと思います。2部まだ変えるの、変えないって、じゃあダメだ、終わりでしたということで、じゃあ皆さん次2部で会おうね。こうやって、最後楽しみに、ゆうちゃんありがとう、ああ、じゃあみんなありがとう、また後で会おうね、バイバイ。